three, fight! Data in perfect! さあ、こんばんは、X 勢の皆様、こんばんは。本日は、東西戦形式で行いまーす。今のところ14名ですね。まだ増えると思います。お疲れ様です。Okay.
今日はでかい大会の前なんですよね。東西線形式でどうしようかな。真面目なルールでやりましょう。真面目なルールで。音声聞こえてますか？音声聞こえてますでしょうか？音聞こえてるかな？反応がないな。現在マイクのテスト中です。音声聞こえてますでしょうか？オッケー。どうなんだろう。ありがとう。Thank you. あ、今の前ね。あそこ逆攻撃だったらスクリュー前になるっぽいね。さあ、タコ様といえば戦列に噛みついた男。ああ、しかし終わったか俺は。ほんとね、背中蹴りとかいうところ。あ、こんばんは。こんばんは、Xゲーマーズ。じゃあ、東西線形式なので、まあとりあえず半々に分けましょうか。もう一人来たらちょうどいいんですけど、今のところ連絡はないですね。もうちょっと待ちましょう。大会の前になるといつもと違うメンバーが来てくれて面白いですね。 X の東西線もなんか熱が入ってるというか、本気でやってるんだけど、よくわけのわからないことが起こったり。うおー、おい、行かないの。タコ様が強え。いじめたな。まだ遊んでていいですよ。
最近はスーパーサラットもそこそこ増えてきてますね。タコ様、タコ様、はい、まだエントリー受け付けてますよ。ではそろそろこれで16人になったからやりますか。じゃあものすごい真面目な、あ、ルッツさんいるじゃん。お疲れ様でーす。真面目な東西線やります。真面目なやつ。栃木からロン君が来てますね。茨城だっけ。栃木、茨城か。マイクがノイズ気味、ノイズイー、そうか、
お疲れ様です。今、マイクの設定森川が直してくれたので今日はこれで行こうと思っております。音声どうでしょうか、音声どうでしょうか。聞こえますか。あ、お疲れ様です。これでいきますわ。はい、ありがとう。始まりました。音量控えめ。なるほど、ありがとうございます。音量控えめね。じゃあ、ゲーム音をちょっと下げますのでそれでいきましょう。はい、ゲーム音をちょっと下げました。
サウンドゲーム減らしました。ほら、じゃあそろそろやりましょうか。ゲーム音量を下げてみました。こんな感じでいきましょう。そしてまたマイク1本しかないんじゃない、持ってきますね。マイクテスト、マイクテスト、大丈夫かな。今日は真面目な東西戦です。バーサスの X の土日大会だと結構珍しいですね。真面目な東西戦です。じゃあ現在チームを決めております。パレスナ君とヒデ君でリーダーやってくれてます。パレスナチュンリーとヒデチュンリーが 1P2P のリーダーです。OK
じゃあ、88 2キャラにする？1キャラでいっか。ああそうだね。それでは、これから順番決めを行いますので皆さん後でちょっとストップしてこちらで協力をお願いします。ワンピー側がナエバ、アゼ、パレスチナ、シズネ、バイパー、プッシュ、セオグッチで、ツーピー側がロン、ドネピー、
ヒデ、シャル、鈴木、焼き鳥、タコ様、猫です。 2P 側の人は 2P 側行ってください。シャルくん 2P だね。パレパレ、皆さんちょっとご協力お願いします。もちろんちょっとストップでお願いします。順番決めやりましょう。今日は8対8なのでサクッと終わりそうなんですが、サクッと終わった場合はちょっと考えましょう。パレスチナの復帰は全てをつかむ。はい、順番決めやっております。特に初参加の方とか、ね、どの辺で出たいかとか、ね、リーダーの人に言って自分の順番決めてください。ロン君がいるのにペコさんいないんですか。トレピーキャラ間違えた、ダルシムね。何も考えずに言ってたから。オッケー、勝ち確、もう決まった、もう決まった、オッケー。
では東西線始めますので、ノジエストップでお願いいたします。始めるよ。A4 さんサボりかって言ってる、ニーアさんもサボりですね。はい、 1P 側シズネ対 2P 側猫、いきなり兄弟対決ですね。さあどうなることやら。順番です。そんなやってないよ大丈夫、パレがパレピ殺してくれるから、まだ大丈夫だよ。はい、じゃあトネピー頼むよ。ヒデくん椅子貸してやってくれ。あ、大丈夫かな。はい、 1P 側シズネ、 2P 側ネコ、それでは始めていきましょう。はい、ロン君と約束してたみたいな。あ、そうなんだ。ロンさんはいますよ。いるいる。マジで久しぶり見た。マジ1年は経ってる、ね。さあさあ兄弟対決ですね。しずめくんは、はい、そろそろ大学生の年ってことは、猫流は間違いなく高校生以下ですね。なるほど。お、いや僕も高校2年生の時からやってましたから。あ、そうですか。そうですよ。高校2年生の時はどうでしたか。いや、ポンコツでしたよいや、ここまでは動けなかった気がするな。ね、全体のレベル上がってますね。立った。さあ、猫かかっている。立ちましたね。やっぱりね、一番近いところにライバルがいるのがいいことですね。このゲーム限らず一番上達の絵の近道ですから。さあうまい。お、いいですね。うまい。猫流バーッとピュアラされた。でもこれは間に合わない。ソニック、お、ソニックも入らない。ダイルはそこ悩ましいですね。ソニック行ったり安定はいいんですけど、その後の状況は良くないかも。お、中盤うまいね。なんか動きいいですよ、はい、これしかも前がこれはっきり分かってますね。中足が助かる前、ここをギリギリでキープ。ーこれはいい動きしてますよ。さあしかし台足、勇気の台足。うわー、取れちゃった。あそこ今歩いて下がれないところですね、はい、これはこれ上手ですね。はい、SP 評価が高い。さあ猫流なんですけども、走り詰めるまでは外速い。そうですね、うまい。さあ、飲まない。トルネに一発。安いがリードを保って足から逃げ出した。でかいですね。でかいですね。これはソニックで、うわー、さあねじ込んだ。さあリトミがちゃんとしている。しゃがみぐらいだったが、台足がうまい。台足がうまい。おー、波動を当たって上手。上手。何耳が弟に似ていると。なんかね、マイクのノイズいっぱいあるそうですよ。マジ。今じゃあ森川が入れ直してくれたんで、どうだろう。たまにね、ダメになっちゃうとね。あ、で、プッシュさん、ホント初とかですね。吉沢ですね。まあ、どこ勢なんでしょうか。おーっと、どっちに政権。龍は実は、上玉きついんですよね。きついですよ。下玉に集中して竜巻とかでゲージ止めようとするとバチポンってくらって端っこに持ってかれるんで。そうですね。ただ竜の台足が届く前、なるほど、は竜が有利なので、ここですね。おー、垂直。さあ、S サガでも、 S サガでも、へえ、うん、サガとは立ち上げキックぐらいしかやることないんですけど。そうね。これに対して竜の大足がリターン勝ちしちゃった。当たる。足出さなきゃ当たんなかったかな。さあ、しずねくんもエッサが使いますからね。今は大丈夫。ありがとう。
うわー行ってしまう、危ない危ない危ない、シルエス坂が飛び立ったが、あれですかね、シルエさんがエス坂とじゃなかったのは、はい、なんかこう師匠たちの姿を見て、うん、おー大師匠で出るな、これあっとこのままやっちゃいますね、なんか若さがありますよね、うわー長ーい、あれね、あれタイムできないやつこれ 2P が大地の壁なんで、ダルシムダルシムね、はい、このダルシムがどう勝つかでだいぶ違いますね、はい、そうですね、まあ一応 S サガダルシムはまだサガとかいける感じですからね、そうですね、マスですよ、まあそうですね、91ではないのであ、やるさあ、ここからまで中パンつかみにしたか、さあコップ、うわ伸びる手足がきつくてリードされると、あの S サガの体格ショット、はい、唯一打ち合えるのがダルシムなんです、あ、そうっすよね、はい、2フレーハセでしたっけ、えあれあ、違うな、そんなわけねえだろ、そっかあれ投げの方が良かったのでは、投げですね、強パン投げが最大ですそれとトロピーが思い出したやってから思い出したですねさあ打ち合えている、さあ間に合わないところは冷静にガード、あーいい連携、あー空対空インフェルノ、対空しっかりセール、バレさあ 1P 側パレーリーダーですね、早速ここはパレーの仕事でしょう、そうですね、まあパレー結構一つやるのが久々すぎてかなり動いてないっていう風に自分で言ったの で、さあ撫でて、これはバックジャンプ中軸、それは正解ではあるが、人によってはあそこバックジャンプ中軸やったところに前ジャン大キックを食らう可能性があるので、そうですね、さあこれはおー暴れている、暴れている、強すぎる、あれバックジャンプね、ダルシムがかなり苦しいんですよね、投げて、おー、さあこれはバッチリ地上に線でしょう、一応隙はあるんで、はい、1振りなんじゃないですかね、1振りの隙って、あ、それくらいなんすね、1振りか、だから9振りの線でちゃんと合わせるの難しいです、あー確かに、おっと空中でもいいぐらいの勢いで落とすんですね、はい、さああそこの飛びがパレっぽいんですよね、そうですね、あのうわーやばい、あーフラ見てからさすがにそしてパンチラフィニッシュ、タコ様タコ様、さあここまでシーソーゲーム、これで3対3ですね、さあ 1P 側としても予定調和なのか 2P 側としてもどうなのかっていうところですね、まあ今のところゴブってる、さあ今日も戦列客を噛みついちゃうのかありましたね、あれねすごかったよね、あれツイッターですっごいねリツイートといいねがされてたんで、あれなかなかできないですよね、あの噛みつくのは、運ですからね、うんさあ弱気候に対して、バニシングで、はい、消しながら寄りたいんですけども、ちょっとずれるだけでダメですからね、はい、これさあ削りと食らった技でもう6割ゲット、あー勝ってパーフェクト、あれうまいな、ガンジ戦はねさっきね鈴木さんとにしこたまやってたと思うんで、多分鈴木さんのムーブが頭に入ってればかなりパレ有利っていうところでしょうかね、もともと有利だから、まあそうですね、さあ寄れない、どうやって寄る、タコ様、おー来た、今テンションのヤーって声が聞こえてましたね、気合ガードですね、スクリュー食らった後は、はい、置き攻めはそんなに苦しくないので、うん、そうですね、リセットされるので、まあそうですね、食らって、まあ、3割与えてからのみたいな感じですからね、さあゲージ持たれて垂直チュンリ様待って、おーチュンリ様ヘール、うざい、さあロン君
まあ、ロン君は知る人ぞ知ると言ったらちょっと申し訳ないぐらいの強者でございます。はい、近藤バルドグ、草クンリあたりと同郷のロン龍。まあ、でもあのあの宇都宮にゲーセンがなくなっちゃったので多分あんまりやってないと思いますよ。ああ、お、春里戦は多分相当やってたんじゃないでしょうか。そうでしょうね。さあ、まあしょうがないですね。攻撃追減り、おさああるのか。でもこれは厳しいですね。だいぶ厳しい。はい、お、ありそうな気がしてきた。ありそうな気がしてきた。真空立ってるよ、立ってる、全然立ってた今、全然立ってましたね。ドタチしてましたね。立ちが見えちゃったら大エース確定です。はい、しゃがみが見えても中ボスは確定しないのでしゃがんでた方がマシですね。さあ落ちない、そしてゲームもらう。さあしかし目の前、これ前ですね。まだまだありそうな気がする。結構ストレートにダメージを奪いにいく感じの竜ですからね。はい、さあ、ここからご機嫌伺い、ご機嫌伺い、ご機嫌いかが、そうですね。 How are you? あー、怖い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 よ。怖い怖い。しかし、おお、ロンリューが勝利、あてがえる、お見事。お、行く、あ、そうそう、TMF パートナーですよ。 X ゲームは知っとんな。あんたすごいな、日本人より全然詳しいわ。マニアだね。 TMF さんとかと同じところですよね。さあアゼガイル、さあロン対アゼ、これはな見たことない組み合わせですね。リュウガイル、このリュウガイルもちろんできます。この人リュウガイル多分好きですよね。はい、はい、トリッキーな試合よりはこういう、ね、スタンダードキャラ同士 の、はい、あの戦いの方がロンさんは やってると思います。いや、やってんのはバルログ戦ですから。あ、本当に、あー、何その近藤さんと、おー、減らない、何あれ、避ける、アゼガエル中足しかやってない。あー、まあ、しょうがない、今のはね、出せないよな。相打ち確定みたいなもんですからね。そうですね。あれも、スーパー高めのリフトアッパーとかで落ちたりはしますけども、ドタド早めのド早めうまいっすね。うわ、いい波動打ってるぞ。飛び越していいですね、冷静。今のは両者 OK ですね。はい、アゼリアは近づいてはいかない。そういえばアゼリアって名前ですよね。あー、食らわない。が、うわーっと、なんもできなかった。端っこはいいところに台紙置いてありますね。前回チェンリー、さあ5番手前回チェンリー、これで逆転しました。うーっと飛んでくる前回チェンリーも、もう何年くらいだろう、2年くらいやってんじゃないかな。他のゲームもやってらっしゃる。そうですね、 KOF かな、で、98UM、ね、どっちがメインだか分かりませんけども 98UM よりはこっちの方が人口が多いので対戦はしやすいと思います。うわー、食らわないか、さすがに昇竜が間に合うぞ。投げる、まっすぐ行く、まっすぐ行って、ここは昇竜だった。小竜巻とかね、竜巻系がちょっとね、はい、やっぱりめんどくさいですよね。処理が難しいですね、手前落ちは特に。上飛ぶ、おお、あの前でボッタチ自信を持っている地上戦。ここは削って、上通れて投げは受け身、ゲージが溜まる。勝利結構飛んできますね。そうですね。うわー、用出せなかった今。すごくない。確かに。あそこまで行ったら勝利を出しちゃうよね。あー、危ない。チュンリー強い、チュンリーの中足、これ真空をガードしちゃう中足、戻りが早い。ソーフレームはさすがに真空ドンブサだったら隠りますけど、はい、とにかく早い。本当に少ないですね。
ただここは無理しないよ。くぐり。そうだ。さあこれは飛びしっかりなっている。おっと。さあ割れてないぞ。ゾンビを持った。さあマミスワーマン。垂直見てますね。投げる。強気。飛んでる時の意識が相当上に向いてる。あどう。これはしっかり持ってくる。おおまいさあいい勝負だ。これは一気にいかれる可能性がある。大キック。まだ通常だ。いやーああそこで。下段の策だったがシンク。ゲッツさん。これいっちゃう可能性ありますね。あいやいや。ピンク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 。コパン刻みから大足だったんでね。開いちゃいますね。うん。もうあれほとんどレンガも選べないので中からゲーム。そうですね。コパンからだと垂直しかなかったかな。レンキャンかなんかで。背中も悪いんじゃない？あそっか。うん、さあ。リフト。うわ出た。手投げ開始。あーと飛ばれる。裏に回る見えない。見えないぞ。見えない。見えない。表に見える。おさすがに竜巻出した。怒られた。でも結構ゴスリブあるとか、ね、3回当たったら、いやこれは竜巻うまい。竜巻出さないと思ってたもんね。そうですね。あの確かにあの場合は相当前弱かったですね。さあさあこれめくり竜巻おじさんになっている。いやこれきついな。投げる。ゴンリューがやりたい放題。竜巻スト4じゃねえぞ。あー大丈夫飛び越した。でもこれちょっと厳しいですね。さあこれはガードしている。ガードになるが、お、うん、今の勝利はすごいぞ。勝利で受けた。来い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 。さあやり返す。俺の時間だ。ガードされてる。バレてる。さあしかしゲージが止まる。あーっと今のシンクが出なかった。バイパーホーク。これはでもやってるんじゃない？やってるんじゃないですかね。ね、北関東勢ですから。北関東どこでも現れるバイクマン。はい。あもう副賞です。スーピーがまだ5人も残っている。四流が強い。強いって言ってるのにこの順番に置きますからね。はい、さあ大キックがうまい。プレッシャーはかけている。プレッシャーはかかってません。タクシーパンを打ちながら上を見ている。はい、いやいいですね。しっかりしている。トーク戦を知っている動き。一回寝かされないようにという、ね、そうですね。波動拳も迂闊に打たないですね。ダイヤシしっかり降りるのを見てきたらしい、はい、通常技が出ちゃったらコントロールもうカラキャン以外では出ないので。そうですね。さあうまい。うまい。見ていた。減ったな。大キック。しかし早出し。豊昇龍。めくりに行く。さあ表か。裏はガードから逃げる。やめておけ。やめておけだった。昇龍は。おおうまい。へえ。あれできますね確かに。確かにね。生回転が入らなそうだったのでコパンしましたね今。うわーいったか。投げ抜いからの台風台風シンクル俺たち。さあ波動拳出た。出際が下がる波動拳の出際はなぜか下がるねえモーションが引っ込んでるだけなんですけど、はい、さあなんとか 息を吹き返したがバイパーにはバイパーが光っている。光っているゲージが。いやーっとガードしっかり出した。ゾン君も偉い。さあファイヤーでゲージされて裏に行く。やめておけがスカル緊張する。うわー今のファイヤーは見えない。やめておけ安直。やめておけ。そして鈴木ザンギ。ロンさんは止められ、お大キック。おお、なんだ、うまい、うまい、うまい、最初の技ですね。何あれ。あれ、昔結構流行ったんですけど出たての時全然繋がんないんでだったら、バックジャンプ生コンドルの方がスクリーン刺さるから。なるほどね。美味しいです。
さあ大キック、うー怖い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 、これ結局ホークの方が有利でいいの、いや単にじゃないですか、あー、追加されたマイの外に行ったと思ってました ね、 ねさんは、うわ怖いよ、さあ回し返している、上、うまいうまいうまい、純粋じゃんけんの2冠、うわ危ない、ファイル、ファイル、やばい、踏み取ってるぞ、ナイス受け身、ダメだー、うわー、はい、下がるのか、これは、あー、していく、歩いてきてワンボタンで吸ってくる、ちょっとした隙を見逃さないですね、はい、シャルバイソン、シャルバイソンです、さあデーヒーがあと熱いデーヒーですか、シャルデーヒー焼き鳥という流れなので、後ろの方がジュンリートホークしかいないです、やはりバイソンで止めておき、ああいっ、でも ゲージがそろそろ溜まりそうだよ、うわなんかめくってても対応してる、これはわざと、これはこれだいぶ無切るやつですね、しこりを残しに来ましたね、はい、しこりさあピオル、はい、しょうがないですねさあ1-1になってもうピオルだけ一緒ですからね、大キックが長いですね、大パン大パン、やっぱり大パンも重要、あ重要です、あの場合の内側まで入られる前に打ちたいです、うおお吸って、これはいけるか、近い、いった、出す、遠いが、ゲージがある、うおいやー負けんのか、負け込まれた、負けんの、のれうおおお、これ減るか、見逃したところで、ほう投げ返した、ちょっと高かった、ダブルからだとちょっとタイミングがね、違うのかな、いや、同じかな、さあ、瀬尾くんです、お坊さん大将、いやダブルでちょっと変なかったね、乱数が良ければ死んだ可能性はありましたね、ありました、はい、自分が1本取られてたら減るので、はい、本当に減ることがあるので、さあ、ね、初段を食らった瞬間にまだ最後半分切ってなかった場合諦めない、諦めない、うわぁ対空がうまい、うまいな、相打ちでもいいからとりあえずね落として、しかし何もしてくれへん、クレイジーを盾に、うわーっとあの技っすよ、あの技、あそこで前に歩いて中足、はい、うわー強い、前に来る、うまい、しかしカウンター、暴れてるのは背中蹴り、これ、投げも回避、はい、ヘッドも使う、とんでもない技ですね、さあ5番ダルシムじゃねえんだぞ、ダルシムじゃねえんだぞ、さあこれ暴れてない、ダイキックからちょっと早かった、どうする、うおやる、今も坂台はよく見てましたね、はい、さあ飛んだ、やりに行った、さああの中足もさあ見てるぞ、いいね、さあ割っていった、しかし強気のテンション、裏からヘッドが待ってて、ああ歩きに反応、じゃあここは読み合いだったんで、ね、しょうがないですね、さあ、ヒデさんがね、リーダーということで、はい、マイク、またちょっと調整いたしました、ヒデチュンリーが副将、お、やっぱりこういうゲームになるの、究極的に、まあ、楽できますからね、投げ返した、投げ返された、投げ回れないですね、さあ、体力奪われて、あとは
じゃんけんぽんになんの。さあ出した、出させる。さあしかし下段が刺さる、うまいぞ。さあ体力イーブンだがゲージの差が、おお、減った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 。うわー、バレている、すぐ飛んじゃう。バックジャンプ読み背中上でした。背中でも同じだから同じだガードという選択肢じゃない。さあ背負が、うまいな。ゲリが溜まってこの男、しかし行くし当てれば、行くしかないぞ。当てればワンチャン、うまい。画面見すぎ、画面見たろ。さあこれで大将戦です。焼き鳥 S ホーク、やっちゃん、いやー、やはり瀬尾くん、やはり瀬尾の強さ。でも 2P 側だからいけるって。そうなんですか、焼き鳥さんが。やっとりエスホーク仕上がりはどうでしょう。さあどうなんでしょうか。悪いと、悪い、自己申告がありました。まあ瀬尾さんは弾だけでやっと、おお、スイートコロくんだ、危ねえ。あそこは台風増した。さあ上、あー行ったぞ。あー、いやー今のスウェルすごいね。すごいですね、前ぴったりだった。ジャンプ中キックで転送客を潰した後、はい、あそこ気まずいですね、お互い様ですけども。さあ行ったか、うわー行ったか、仕上がりはいまいちと言ったが、おお、IH。 しかし転送体力がないが全然問題ないといった感じの処理しきれるくない。うわー、コンドルダメだった。じゃあお見事、1周目は我々の勝利、 2P 側勝利。はい、これ全く同じ順番で2周目いきましょう。全く同じ順番でいきましょう。もう一回やるって。はい、それでは、一回リセットします。さあヒデさんやりましたね、采配の勝利。まあ僕が瀬尾さん倒したかったんですけどまだ及ばずってことですかね、まあ、狙い通り、狙い通り。はい、まあ順番はそんな感じですね。ということで時間もね余ってるのでもう一周ということで、はい、じゃあもう一周しましょう。再び沈めたい猫、猫さん名前の由来何なのかちょっと気になるところですね。なんでしょうね、はい、猫が好きだからなのか。そうかもしれないですね。それかさあ裏剣、なんだろうな、さあこれはリュウガエル、一番ね遊べると言われているカード。そうなのからしいが、僕は中立会なので分かりませんもうちょっと分からない。そうですね、なんかいつもガエルに制圧されてる状態しか僕ないんで、そうなんリュウガエルやると、リュウ使ってると僕逆にガエルにやられちゃうんでいや、ガエル強くないですか、マジで。そうそう、ガエルが強いからね。そうなんですよ、ガエルでも、ガエル使うと竜にやられるんだよね、はい、あ、そうなんですよ何なんだろうね、同じですね、僕と同じ印象で、どっちやっても負けちゃうんだよね。そうなんですよね負けるなーっておかしいですよね、どっちも使って負けるっていう、おかしいなどっちも不利だなーって4対4の気がする。いや、3、3ぐらいいってね4どころじゃないでしょうとか言って、4でもない、なるほど、3でしょうとか言って、さあ踏み込みが入って、さあシンク、これは見てからしょうがない、猫がやり返す。これはでもう一回やってますね、はい、さあ開幕ソニックは定石通りだが、さあここは踏まされてアントニーバッチリ、今度は下段はガード、投げられてもいいという覚悟の下段ですね。さあ踏み込みの足が鋭くて、うまいですね。さあチューチュー当たって、まだ昇竜拳弱だがバッチリ落としている、根元からヒットだから痛い。返しがうまいですね、うまいですね、いや前管理がバッチリ、踏み込みが鋭いですよね。そうですね、さあ体力若干ゴムだがこっから、さあ中足、勇気の中足、あーやばい、これは波動真空削り、ダイヤシハード、ここまで7セット、っ狙ってたが、さあこれはスイどうなる、う中足、あーソニック、気合のソニック。今ねファーストマッチが2P 側勝利で、今セカンドマッチです。
では次、トレピー君。これ冷酷神髄カードなんで、これ結局矢口心理状態あるんで、これ矢口心理ってなんだよマジいやなんか小高が前にクロスさんのツイッターにて携帯でインタビュー受けてたんですけど、なんか矢口真理のさらに ER、 はい、まあ上級の意味で矢口心理状態仮想に O をつけることによって矢口心理状態になるんで、誰の許可を得て O をつけたんですか。わかんないです。誰の許可を得て、ね、やばいですね。誰の許可を得て、あー死んだが、あーなんとトレピー、あれ大足ガード間に合う感じだったので、しっかり冷静にガードでよかった感じでしたね。そうですね、なんか余計なことで考えましたね。そうですね、かっこいいことやろうとしたら被弾して、さあうまい、いいよ、チョップで落として、さあ一応冷静に、おーおー冷酷神髄カードだと言われてますけど、体力捉えるとダルシム側もめんどくさいっていうのが、そうですね、守りきれると昔ジャイさんが言ってました。うん、さあ間合い管理をお互いしっかりしているが、やはりこういう差し合いになるとダルシム、さあファイヤーモード突入、端っこは冷酷である、今度はチョップでしっかり対応、かっこいいことはしない、俺は冷酷でいいと冷酷ですね、冷酷ですね、あそこが冷酷中盤ですね。ラウンド2、はい、ラウンド2、はい、イエス、さあ中足にフナが鈴のガイル、お、いい飛びをしてますね、先ほどから鈴のガイル、さあガイルの大キックのスタンチはかなりのものなので、あれ当ててから当てに、いろいろ当てに行きたいがなかなか難しいところ、ジャンプ強キック中足でピオリッチなんですよね、ダルシムは。そうですね、大体次の読み合いに勝てば、いけばさあ、冷酷エンプリが、冷酷だが予定なことをしなければ冷酷神髄カードに終わる、おー危ない、ぶんね、投げる、無事にある、危ない、お体力は、わーしゃがみダイパー、惜しかった。トレピー君ちょっと怪しかったよ反省かい、早くも反省会突入か、さあここで2番手プッシュさんの S サガット、さあ S サガット対ダルシム、はい、S サガットとしてはあんまやりたくないカードではあると思いますが、はい、あんま頑張らないといけないんでね、他のキャラと違って、まあそうですね、やはり頑張ることには変わりはないと、はい、でもさっき1回対戦したので、はい、お互い手の内を、そうですね、まあその2ラウンド分ミスが動きを果たして今回どういう風に変えていくか、変えていくか、あー痛い、あれきついんだよね、前飛びはファイナーを読んだ時以外はやんない方がいいですね、スライディングで絶対落ちたので、スライディング落とされて中スラストまでが入るの で、 そうです、ね、あまり美味しくはない、あやばい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 、いきなり画面端は厳しいぞ、エッサガといえども燃やされる、うえー見ている、見てない見てない、さすがにあれ見てから出したらすごいよね、あれ相当強いですからね見てからあれ出したらマジ最強までありますからね、まあ、前に歩いて、はい、今のところ飛びしかしてないので、うん、前に歩いてタイガーショットがあればもっと押し返しやすいとは思います、はい、前に歩かないとその場からドリルが刺さっちゃうので、いやーさすがに厳しかった、ゼロだったら厳しい、ね、さあまた同じ組み合わせ、トネ対パレ、同じ相手に2回負けるのはちょっと悔しいですからね、はい、さあここはトネピー君踏ん張りどころ、まあ、チュンリダルはね、僕もよくムーさんとか言ってますけど、やはりチュンリ若干理有利あるんですけれども、そうですね、局所でやはりダルシムが有利な局面もあるので、ここをしっかりとダルシムもやっていきたいというところですかね、どうぞ、あれがきつい、早めの中期中盤が出せれば OK なんだが、さあ露骨に投げに来る、これがまた強いんだって、ああなんかさっきのやられ方2ラウンド目と同じようなやられ方を、はい、あそこは普通のチュンリーは若干下がって飛行圏でまだ様子見とか、はい、なんでスライが正解だってことが多いんですけども、はい、
やつは違うんですよ。やつはこの1回でもう出したことあります。いやでもね、ありだと思うんですよね。ゲージ回収ね、中に早いんで、はい、悪くはないと思うんですよ。あそこ川島さんだったら膝ですね。あそこ止めちゃってうまい、いや密着するとテンションに巻き込まれる、ね、あ違う、ちょっと離れて膝だ、はい、離れないと膝は強くないですね。ジャックパンでも同じなんで、うん、僕はジャックパンの方がいいと思ってます、はい、状況がその後いいですね、うん、さあ投げじゃなくて刀剣がドリルと相打ちになるとチュンリ側がすごい美味しい。そうですね。あこれは使って膝トネピーリベンジなるか。さあ冷静にガード、おうまいビンタ。さあこっからパルの逆襲が始まる。うわー、危ねえ、危ない危ない危ない。今のは完全に抜けられたパターンでしたね。さあ冷静さを取り戻す。あーかしゃがみぐらいはいけえぞ。おー、トネピーが勝利、リベンジ成功。アズガイル、あこれ結局冷酷神髄カード第2弾なんで、アゼガイルはバルログとダルシムはちょっと顔を見たくないと、はい、顔見たくない、はい、つまりは対戦もしてない可能性が高いと。ロジアイは絶対に入らない、絶対入らない、絶対に入らない。さあそんなアゼガイルが登場、今日は顔も映っている。顔が映ってるってことはドヤ顔が見れるという。あそうですね、これはちょっと頑張ってほしいですね、阿部さんに。阿部さん、はい、しずね君も惜しいところまで行きましたからね。そうですね、果たして阿部さんは本職として惜しいところまで9より勝てるのか。そうですね、下がってジャクソニック、こっからやっと攻めがいけるので。そうですね、いやー前飛びだね。ここで稼いだ間合いを絶対に逃しちゃいけないこと。これで、ね、阿部さん投げなんですよ。で投げ投げ。ここまでね、阿部さんワンセットなんで、まあ別に取るんなら向こうは投げ受け身安定ですからね。まあそうですね、その分いただいちゃおうという。うわー、いって、やばいぞこれ。若干ダルシム1トンかかってる。あこれでドロー。あおーこら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 、これチームメイトだったら怒りますね。これそうですね、お前それだけは勝てる5で多分同じような局面だったらかなりあのチームのもうレップがかなり下がる。すごいですよ、北朝鮮対日本ぐらいの。ちょ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 、はい、リアルタイムすぎる。さあタッチ中継と相打ち。さあさすがにもう同じことはやらせないはずだが、あああああ、これはおーおーおー、あー投げるな、ダルシム。嘘、マジか。さあ投げて死ぬぞ。あちょっと危ない。ジャクスラからズスキはほとんど繋がらないです。あじゃあジャクスラ、チュースラまで、チュースラストまで安定です。チュースラストまでですね、はい、やはりトネピー君もダルシム使うのかなり久々なのでちょっとブランクがあるのか。この辺の最近はホンダでしたからね、はい、まあ、トネピー君何でもなんかオールマイティに使えてるっていうところは結構羨ましいですね。これでメインキャラが変わったのが4キャラ目。変わりますね。ケン、キャミ、ダルシム、ホンダ、もう一回ダルシム戻ってきた。結構やってますね、はい、僕はですよ、チュンリー一振りですわ、ずっと、強キャラだと選ばなくていいからいいよ。いやさあ、さすがにここは冷酷神髄カードだったか。前はチュンリー。いやまあ確かにチュンリーって強キャラって言われてるんですけど、最近しっかり対応するっていうところで僕結構頑張ってるので、うん、結構みんな別に対応して強いのは、はい、みんな納得するんですけど、はい、むしゃくちゃな押し付けの方が強いんで、まあ、まあ そこでみんな切れるんですよね。まあ、なので今しっかり対応して大会とかで押し付けを逆にやりに行く、はい、それでオトチュンさんが昔からやってるやつ、はい、お、うまい、うまいな、今の最大あれ前ね、ムーさんとね、ロゼやった時に俺もあれやれたんですよ。僕は中パン、エンダイパンのリオリーチを狙いに行った感じでした、ね、あー、ゲンの方がいいかな、そこはやっぱりその後、もうリオリーチがそんな溜まってないんで。え、中パン、ダイパンですか、はい、まだリーチではないですね、中大だと。本当ですか、はい、
相当重いやつに当てないとピョンない。だってスタンス的に中盤大パンでかなり溜まってるはずですよ。だって前あのビンタでピヨったことあったんです、その中盤大パンの後に。それだが運絡みなんですよ。運絡み、うん、運が絡まないぐらい溜めれば。あ、そうなんですね。なるほど。立ち回りの中のいきなり中大からだとピヨないですね。はいはいはい。ああ、そういうことですね。さあ、これは相打ち。いやー、うまいですね。お、いいですね。これはいい具合で、あ、うまい。あの、いいんですけど安いんですよね。まあまあまあ、とりあえずダルシムとしてはあのダメージ取られたくないのが最優先なので、はい、まあそうですね。あとスタンチと、おお、狙っていたが出なかった。こっちを漏らしちゃう。ああ、早かった。強らせられた。しょうがない。あれは焦るとダメですね。はい。あれちょっと待ってから中盤ゲージね。グッチさん、グッチさん、グッチさん。なんとトネピー5連勝中。キャラリュウです。リュウリュウリュウ。さあ今度はメインのカラーをしっかりと取れたグッチさんだが、相手はダルシム。うわ、マジか。ドリル2回。ガンドリルか。さすがにダルシムは厳しいのか。おおお、これはうわー、めくり、表ですね。表、あれ で、 です、ね、わかんねえ。あれで表か、わかんないですね。あれダルシムを使わないとわかんないと思う。あ、へー、食らってる側の話の。あー、おー、マジか。ここでグッチワールド生成。さあ、やりたい放題やっているが、おー、ピーチーマナが当たりまくって結構痛い。グッチワールドにトネピーが頑張ってますね。そうですね、かなり頑張ってますね。られないように。さあ、我慢我慢。グッチフィールド、うまい。対応、対応できている。そこからすごい立ち中継にさすがに伸びる大キックが当たる。あの強キックが最後すげえ強いんですよね。はい、波動拳に相打ちになっちゃう。ああ、そうなんですね、はい、それは厳しいな。さあ、これはマジか、ないかよ。そんな打つかね。マジか、投げつけ読みですかね今のは。かもしれないですね。さあ、いって。やばいやばい、トネピーが止まんないぞ。トネピーが打って、投げて、打ち火ある。しっかり押している。いや、厳しい厳しい厳しい。しかし、お互い死ぬ体力だと思う。うお、うわ、うわ、うわ、撃って、おぉー、ねじ込んだ。グッチ流、さすがすぎる。こわこわ昇竜、最後テクイ。なんか今のサードのバナオさんみたいな感じのなんかそんな雰囲気がありますね。こわこわ大昇竜。失敗しといてからの。そう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 。いや、かっこいいな今の。今のはすごいですね。ここでタコ様。さあ、龍山寺はさっきタコ様もシコ様、まあ毎回やってると思うんですけどね。タコ様は龍戦は結構得意ですね。そうですね、見てるとかなりいやらしいことをやってると思うんで。タコ様は なんだかんだ昔からなんですけど、飛びが相当うまいので。はい、そうですね。どう通すかですね。しかし、飛びに行けない。画面端に寄られるまでにやっぱりランジ側も押し返したいですよね、なんとかして。そうですね、端っこはお互い死にますね。そうですね、うまい。要点見ている。 あとは見たからダブルアリの精度が問われるところ。はい、今グッチさんやってましたけども、はい、大足ヒットから詐欺飛びで画面半分ぐらい押されるので。うわー、てくる。おお、減った。あー、これにはグッズさんもびっくり。まさか走ってくるとは思わなかった。そうですね、この走りはカラージマルさんスタイルを継承か。走るザンギ。さあ、来た。ピーラリー。うわー、タップマッチ表だいぶ押されますね、あのように。あ、押されますね。小足中盤大足波動か。はい、出る。あー、ガードしかないですよ、あとは。そしてアジっと厳しい。タコ様前に行けるか。行きたいが行かせてくれない。飛んじゃう。おお、あー、これはあ、あれある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 。
ちょっと予想外でしたね。グッチさんも食らってびっくり、タコさんはもう自分で出してびっくり、タコさんは出して自分でがっくりしている。ピンク色です、ピンク色上にあります。グッチさん、グッチさん、危ない危ない危ない、それは危ない。皆さんお財布忘れないように気をつけましょうね。副将のバイパーホーク、はい、さっきより状況が厳しいですね。はい、さっきはロン君、ロンさんだったんですけれども、なんとまだタコ様。さあ、うまい、切って、今のはうまい、表がしっかりガード、もううまい、遅らせダイヤシン。あの三角ね、でも X なんでそこまで判定強くないですからね。そうですね、まだ S より一歩前に行かないと、うん、S のね、三角だけは本当にふざけるなって言いたくなります。うわー、あー、バリシー、やばい、どっち、ダイヤ削りかつ1トップ、どうなる、お互い様子を見ているが、どっかで切り込まないといけない、残り20カウント。バイパー方向は やんなくてもいいですね。わあ、あのコパンの判定の強さ、そうですね。あれ今のホークがバックジャンプしたじゃないですか、はい、あれに対して何もすることない感じ、歩いてってダイヤシが届けば、ダイヤシが届けば、なるほど、はい、さあうまい、ジャンプはダメですね。うん、あっ、おなんとか免れた、相打ち、まあ、ちゃんと回してますね、タコ様も。そうですね、さあこれはガード、回すといった、あー、うおっ、おやってないやってないと、うまい、でも今の最大ですよね、きっと最大ですね、受け身取られてもいいですからね、端っこなんで、ね、さあ回してバリシング、ここからあれってチューキック投げでしたっけ、うん、チューキック投げでしたっけ、あーでしたっけ、僕もちょっと分かってない。さあこれはあやり返した、やばい、さあバイパーまだゲージがない、うわーやり返した、スーニング、瀬尾くん、なんとワンピーガー大将にもかかわらずピーガーなんとまだ3人目、6人残ってます。はい、誰が瀬尾を倒すのか、はい、これね、でもね、瀬尾さんね、連勝するとね、完全にね、集中デージマックスになっちゃうんでね、止めるのかなり難しいですよ。もっと対象向きですよね。いや本当ですね。一回一回目はなんか緊張するとか、僕瀬尾さんと結構話すんですけど、はい、緊張するとか言いながらも全然緊張するように見えないんですよ画面上は。でその一回勝つともう完全に温まった状態になるんで、努めて冷静でいようというその気持ちがどんどん高まっていく。そうですね。ですね。おお、しかしタコ様が、うまい、これ優しくない方。見ている、おぉピヨってるのかよ、あれはピヨらないですよ、あのピヨらない、はい、あ、そうなんですね、垂直強パンだけです。へぇ、やったタコ様が、タコ様がタコ様ビーバー来た、まさかあるのか、まさか東西線の大将を張る男に、やる、うますぎる、爪将棋を、うわぁ、あーあああ丸がるか、この辺がタコ様、やばい、だだだおーなんとタコ様がやりよったタコ様勝利、まさかやるやん、これにはワンピーが意気消沈、タコ様です、タコ様です、タコ様が優勝ということで、今日は、いや今日はもう MVP でしょ間違いなく、やったわ、やばいわ、グッチ、バイパー、セオ、サンタデですからね、やばいですよ、東大戦の後半組ですよ、はい、よくやった、タコ様、お疲れ様でした、かっこいいわ、というわけでじゃあ今日はイベントここまでとさせていただきます。じゃあの時代ガンガンやっていきましょうか、皆さん大会も近いですし、はい、やっていってください、